何やってんだよこんな夜更けに。いっぺん聞き始めたら止まんなくなってよ。あの時起こった本当のことさ、それ次第によっちゃ私は仇を討つってかい。お前さん方に話して聞かしてやろうか。あの人と私の約束の話を。よく来たな。俺はおめえさんにはそういうのよりもっと向いてる話があると思うんだ。クルア話とか炎症話とか、いわゆる色っぽい話だな。新さんは師匠のおそばでずっと修行できる。これ以上差がついちまうのは嫌だ。人殺しの手伝いをせぬか。冗談じゃねえや。いくら死が強欲でもね、人殺しまでして金を取ろうなんてな、不定量刑はねえんだ。ほれ船頭、何をする。邪魔だな。てめえなんかな、お侍じゃねえや、お弔いだ。おめさんはまだ自分の落語ってのをめっけてねえんだ。色気ってのは月から生まれるんだ。ありゃいい女ねえ新さん。私はあの人に後で会おうって言われたよ。なんで俺に言うんだよ。さあ、また来てね。きっとよ。あの人の愛した落語と心中するのさ。あの人は今も私の中でも生きてる。